はい、メダカ族です。いつもご視聴誠にありがとうございます。今日はアポなし突撃行ってきます。じゃあレッツゴー。大丈夫かな、こんな山奥まで入って。ヤシャブシあった。小ぶりですね。下が湿地になってるな。でも取れないこともない。ウグイスが上手に鳴いてるな。やば、人がいないんだけど。めちゃくちゃかっこいい松見つけた。すいません、ちょっとお聞きしますけど、はい、この辺に、はい、メダカを飼ってる人いませんかね。メダカ、はい、いやいないですかね。はあ、おつり米米ちょっとメダカみたいなもんね。はあ、ちょっと飼っちゃうこと飼っちゃう、あのあそことか玄関入り口のとこにね、飼っちゃいましただもん。だいたい買っとらねんでしょ。はあ、わかりました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、今日はやばそうだな。あのおじいちゃんに聞いてみます。あれ、おじいちゃん消えた。すいません、あのこの辺でメダカを飼っている人いないですかね。メダカは俺だけど。いますどっか。あの自分飼ってはだけ。色がついたやつ。いや、色がついた人はいないですか。お知り合いとかで。さあ、ゆうとうさん。難しいですね。うん、今ね、流行ってるんですよ。赤いやつとか。いや、あげなのおらん。いないですか。うん、難しいな。ありがとうございました。わお。すいません。はい、誰かあのこの周辺とかで、はい、メダカ飼ってる人おられませんか。おられません。赤とかなんか、普通のメダカじゃなくて。わからないです。わからないですか。
こんにちは。あ、こんにちは。これが通りと。色が素晴らしくて異常でしょう、うん、黒ラメが、黒みゆきのラメが、親はどうも中で寝ずれと。今年品評会出されます？いや、私はもうあの会員辞めだけん。あ、そうなの、うん、息子だけが発注発注発注けん、あの、まあ、黒ラメがね出せばよかった。黒みゆきのラメがすごい前ほど出ちゃうでしょう。出せばよかったの。なんでね、これをいや、いい場で光って光って、あれいいと思う、うん、ねえ、これなんかすごいですよ、これ、うん、ねえ、最高に出ちゃうだからね最高ねえ、最高でしょ。なんか落ちそうだね、こっち自分で見てもらうと、あれすごい最高だって言ってあの色、うん、最高だったね、これ、ね、素晴らしいでしょ素晴らしいねえ、だけど小川マンのこっちを聞いて、こいつで通ってかけちゃう、これで食えしかない。卵産んでるね。まだ産んじゃない。いや、産んでる。産んでる、産んでる、今さっきの一番いいやつが。嘘、本当に。うん、なんだ、タモに使だったかな。いやいや、絶対産んでる。タモに使だったわ。産んでる、産んでる。今もう見たもん。あ、見た、うん、もうちょっと確認した。もうなら、なんかここよ、なんかこっちつけちゃうかもしれんな、下手じゃ。まだつけてましたよ、腹に。腹ね、ほんなに何なんかこっちつけか、つけかもしれん、ほんなら。嬉しかったじゃん。あ、ついてる、やっぱ。ついてる。うん。黄色いほら。あ、ほんとだ。ついちょついちょ、つけちょつけちょ。また今ね、ボスが、あのオスが棒が。今、今朝、さっき水替えたばっかだけ。これ毎日産む、うん。やったじゃないですか。あらほんにすごいいい量が出ちゃうだからね。ねえ。品評会もんだね。いいと。ねえ。品評会も。品評会もんでしょ。うん。いいと思う。ねえ。なかなかこげんならんだからね。しかも卵産んでね。うん。なかなかこげんならんだからね。こういう色が。横もラムがすごいじゃん。うんうん。で結構持っちゃうが、ないないさ、受精して産んだかもしれない、かゆいかもしれない。大丈夫、多分大丈夫だと思うけど。この間やつつけちょった、あそこにいるやつけちょった、白いやつ、白いやつつけちょったっけ、むずいなみたいな。寒かったっけ、うん。中はあのいろんな親がおる。見ていいですか。いいよ。今のネズミが出るだけ。俺は金魚がいっぱい。卵中がね。うん。へえ、中がいっぱいおるじゃない。なかなか映せんでしょ、今のこれで玉かけちょうだっけ、こういうかけちょうだっけ、 ここやつが王だから、こやつが分からんだからね、こやつが三色八丁統合だけどね、これね、うん、いいやつがおるわ。混ぜてはね、ただ子供でちっちゃってそぎさだから、うん、人にはもうもったいないけんと思ってまだ時に皮では分からんが、ちっちゃいと紅白だ。うん、向こうねえとも三色ばっかほとんどなんだよ。三色となかなかね出てこない。これこうやって見ながらで三色やつだから。そうそうそう。透明、そうラメが入ってるね。うんうんうん、そう。だけどアルビノなんか持ったね、アルビノだと尋常だったけど、もうネズミが食ったすこできえ。そんなネズミが？で出る。だけどそこネズミが毛がついてる。うん、あすごい。あの金魚すごい大きい。あれはジャンボって言ってやつ。ジャンボって言ってる。すごい金魚。ジャンボってだいぶ。すごいな。寒い時だけだ。あ、そうなの。2月いっぱいまでだ、ネズミが出てくるのは。うん、でも外に出すと今セイキリが来て旅だからな、セイキリが。あ、その点また車庫でセイキリの子供取っただけあれは失敗だったよ。シャコだけ、セキリがすっさだけ、かわいそうだけなんて、補充しちゃったら、親だけ、つついてからだけ、まともで寝たけんだっけ。な、セキリに狙われるって言っておったけん。保護したセキリが。ギャルの恩が、恩を当たって帰ってからね。うん、あれくれて二つのことでした。あれしたね。あと、あそこ二つのとこだ。人が来るだけね。ここは絶対もう人が分からへんだけ、うん。うん、人に狙われだけ解くだけが問題中から一発だから、まあ天気だった時に黒ビーキ出ないちゃいと思って、すごく大事だね、うん、これもういいやつ、完全に狙われるよ、これこれいいやつね、外国大中から完全に狙われる自慢の